この度、指原莉乃 with AKB48 チーム8を結成しました指原莉乃です。それでは本日の参加メンバーに自己紹介をしてもらった後にいろいろと質問をしていきたいと思います。実はですね、私もあまりまだ喋ったことがないので皆さんと一緒に勉強したいと思います。それではまずは北海道の坂口ちゃんから順番にお願いします。はい、北海道から来ました坂口渚13歳です。秋田県から来ました谷川ひじり13歳です。岩手県から来ました佐藤七海14歳です。茨城県から来ました岡部凛17歳です。栃木県から来ました本田ひとみ12歳です。静岡県から来ました横道ゆり13歳です。福井県から来ましたチョークレナ14歳です。大阪府から来ました長野セリカトヨタの名車と同じ名前の13歳です。京都府から来ました大田直最年長19歳です。兵庫県から来ました山田七海15歳です。滋賀県から来ました浜沙恵奈12歳です。鳥取県から来ました中野郁美13歳です。香川県から来ました仰天ゆりな15歳です。熊本県から来ました倉野なるみ13歳です。沖縄県から来ました宮里リラ12歳の最年少です。はい、ありがとうございます。じゃあここからはいろいろ質問していきたいんですが、今チーム8のみんなは会いに行くアイドルということでいろいろと地方のイベントに出演させてもらってると聞いたんだけど、茨城の岡部ちゃんはイベントどうですか、楽しいですか？はい、楽しいですの。私はあっちゃんに声そっくりじゃん。喋って喋って。じゃあ言いますね、うん、熊本と北海道のイベントにすごい似てますよね。出させてもらって、で熊本のイベントが私のチームメートの初出演だったんですけど、うん、その時に来てくれるお客さんがいるかどうかすごい心配だったんですけど、チームメートが出る前からなんかお客さんがすごい盛り上げてくれて、それで泣きそうになりました。泣いてないんですけど。泣いてないんかい。ちょっと声がそっくりすぎて指原もちょっと緊張するんだけど。すごいね。あ、本当ですか。前田敦子ですって言って。前田敦子です。すごくないですか。すごい似てますよね。すごいすごいね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。岡部さん、今回 CM ということで、はい、まあ、チームエイトさんとは初めての共演だと思うんですけれども、はい、指原さん改めてどうでしたか、チームエイトの皆さん。いやー、フレッシュで可愛いですね。裏とかで会話を聞いていても、リハの段階で、今日のリハの段階でも緊張していたりと、今の私にはない感情がたくさんあって楽しかったです。